ドクウロコイボダイカは、鈴木木、イボダイアモクにところ属する魚類の分類群の一つ。ドクウロコイボダイ族のみ一族で構成され、ドクウロコイボダイなど三種が記載される。ドクウロコイボダイカの魚類はすべて海水魚で、世界中の熱帯、亜熱帯域の海に広く分布する。イボダイアモクの仲間として、最も広範囲な分布を示す一群で、大陸から離れた外洋の中層を遊泳する。 未生魚は氷層近くを浮遊し、サルパなど氷泳性の非農動物に帯同して生活する。成長とともにより深い海域に移行し、生魚は水深800メートルまでの深海で暮らすようになると考えられている。本科魚類は特徴的なナイフ状の葉を使い、主にクラゲなどの四方動物、有屈動物を捕食するほか、他のプランクトン類を接触することもある。 体内に有毒成分を含むことが報告されており、食用として利用されることはほとんどない。毒ウロコイボダイカの仲間は細長い円筒形の体を持ち、明瞭なウロコに覆われる。最大で全長70センチメートルほどに成長し、体色は茶化色から黒色であることが多い。オツブは長く両側に小柄隆起を持つ。背びれは 前半の棘状部と後半の南状部に分かれ、それぞれ10から20本の棘状と10から17本の南状で構成される。尻びれは1棘10から16南状。近縁のマナガツオカとは、生魚が腹びれを持つことで鑑別される。側線鱗は七は73から114枚、椎骨は40から58個。毒鱗ロコイボダイカには、ネルソンの体系において一族三種が認められている。 ありがとうございます。